教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとして、フリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも、正しいこととは限りませんので、ご了承ください。私のインプットアウトプットをお話しさせていただきます。今回私は優柔不断について調べてきました。優柔不断とは、物事をなかなか決められずにいたりとか、あと物事を決められたとしてもぐずぐずと悩んでしまうことを意味する言葉だそうです。優柔不断な人の特徴として5つ書かれていたので、今回それをご紹介していきたいと思います。1つ目が、物事を決めるのに時間がかかってしまう人です。毎日の洋服とか、あとご飯のメニューとかなどの小さいことから、旅行先とか、あと就職先とかの大きいことまで、何でも小さいところから大きいことまで何でも決めるのに時間がかかってしまう人は優柔不断な人だそうです。で、2つ目は、決断したことに自信が持てない人です。で、3つ目が、過去にこだわっている人です。で、4つ目が他人任せにする人がちょっと優柔不断な人に当たるそうです。で、最後5つ目は、決めることを後回しにしてしまう人も優柔不断な人に当たるそうです。で、今5つ挙げさせていただいたんですけれども、当てはまるものありましたか？ちなみに私は先ほどの5つの中で3つ当てはまってて、やっぱり私って優柔不断なんだなって改めてちょっと感じました。で、優柔不断、自分としては優柔不断な部分を直していきたいなというふうに思ったので、改善方法を今回調べました。で、一つとしては、自分の意見に素直になるっていうのが書かれていました。私の場合なんですけれども、例えばカフェとかでメニューを選ぶときに、あ、自分はこれがいいって思うんですけど、周りから見たら、え、あれ頼むの？みたいな、ちょっと周りの目を気にしたりだとか、あと悩んでる間で、やっぱりこっちの方がいいんじゃないかなとか、また迷っちゃう。自分はこれにしたいんだけど、その時間が伸びることによってまた迷っちゃうっていうことがあるので、あ、確かに自分の意見に素直になって、これだって決めたらもうこれにしちゃえば、時間もかけずに迷わず選べるのかなっていうふうに思いました。で、もう一つ書かれていたのが、完璧主義をやめるっていうのが書かれていました。やっぱ私の場合なんですけれども、これにするって言って、これに決めるのはいいんですけど、決めた後に、あれ、やっぱりこっちの方が良かったんじゃないのかなとか、こっちの方が美味しかったのかなとかって後悔することがあるんですね。で、完璧主義とはまたちょっと違うかもしれないんですけど、その後悔を経験しているので、また別のカフェに行った時に前回みたいな後悔をしてしまうんじゃないかなって、後悔、失敗を
何でしょうね恐れちゃうことがあるので、あ、これもそうだなっていうふうに感じました。で、ここ1ヶ月間くらい物事を決めるときに、その2つのこと、自分の意見を、自分の意見に素直になることと、あと完璧主義をやめることをちょっと意識しながら生活していったんですけど、やっぱりそのどっか片隅に考えちゃうことがあって、なかなか優柔不断っていうのを治らなかったんですけど、まあ、自分的には優柔不断な部分を直していきたいなっていうふうに思っているので、これからもちょっと継続していって、自分の意見に素直になることと完璧主義をやめること、この2つを意識しながら、これからも物事を決めていきたいなっていうふうに思いました。これがインプットアウトプットです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。